今日はアディダスプレデターアキュラシープラスを履いてみたいと思います。このプレデターアキュラシープラスは現在 34,100円で、またカラーが何色か販売されています。このプレデターアキュラシープラスは前作のプレデター H プラスから何箇所か変更されています。アッパー素材、ラバースパイク、引き口が主に変更されています。ただパワーファセットを搭載したスプリットアウトソールは前作のプレデター H からそのまま同じものが採用されています。また今作のレースレースモデルも天然芝用の FG モデルと人工芝用の AG モデルが販売されています。プレデターアキュラシープラスはソフトなハイブリッドタッチアッパーを採用したレースレースのサッカースパイクで、ゴールの隅をつくシュートを正確無比なキックを伝えるテクノロジーを搭載したプレデターアキュラシー、ピッチングゾーンにラバーエレメントを採用し、ソフトなアッパーフィーリングを維持しながらボールへのグリップ力を高めるハイディフィニショングリップを搭載、ボールをピタリと止めるグリップ力に加え、ソフトなつま先の素材がより高いフィット感に貢献し、質の高いボールタッチを実現したハイブリッドタッチアッパーを採用しています。2ピース構造のアディダスプライムニットの履き口はプライムニットカラーを採用することで足入れがしやすく快適なフィット感に貢献、レースレース構造を採用しストライクエリアをすっきりさせたことでボールのインパクト時に安定感を与える。AG モデルは人工芝に適したスプリットツーリングをベースにダイヤモンドのようなカッティングを施したスタッドを採用したアウトソールが様々な角度への動きをサポート。パワーファセットを加えることで前足部への重量比率を高め、力のあるキックにも貢献してくれます。